この時間は雑誌週刊文春電子版デスク村井源さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます村井さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします村井さんがデスクを務める電子版週刊文春の記事を1日早く読めるんですよね はい、えー。雑誌の発売の前日の正午には記事がデジタル上で配信されてますので、早く内容を知りたいなという方はぜひ電子版の方に登録していただくと、すぐに読めるかなと思います。はい。さあ、それでは記事ご紹介いただきます。まずはこちら。宝島夫妻殺害事件。長女の内縁夫、関根聖波32歳を暴発させた上納金圧力とアメリカの次女。 連日、ワイドショーなどで大きく取り上げられている那須夫婦遺体遺棄事件、今週に入って捜査は大きな動きを見せました6日には事件の首謀者とみられる夫婦の娘の内縁の夫、関根聖派容疑者が逮捕そして7日、新たに夫婦の知人で不動産業の36歳の男が逮捕されました世間的にも非常に現在関心の高い事件ですが村井さん、こちら教えてください。 はいえー、東京の上野で,です、ねえー、飲食店などを営んでいる宝島夫妻が、まあ、変わり果てた姿で見つかったからもう3週間になりますけれども。はい まあ、ようやく事件の全貌が見えてきたなというところなんですけれども、<っ>まあ今回、ですね週刊文春の取材班は、えー、黒幕とされる関根容疑者の知り合いの X 氏という重要人物に接触することができまして、ですね、はい、この X 氏から結構興味深い証言をいくつも引き出していると、<ー>まあそういった感じの記事になってますね、はい、関根容疑者と宝島夫妻のそもそもの接点、これはどこなんでしょう。 はい、はい。あの、関根がですね、この上の界隈に姿を見せるようになったっていうのが、2022年の夏頃のことらしいんですね。はい。で、あの、亡くなった宝島夫妻の知人によるとですね、宝島さんの長女にはもともと夫がいたそうなんですけれども、え<っ>えまあ、離婚されたんだと。で、その離婚してから1、週間後にですね、その長女の、まあ、傍らに、あの、いた人物がこの関根だったということなんですね。はーはーね で、ま、あの、関根についてはもうテレビ等でもかなり写真が出ていますけれども、見た目はまあ見た通り、非常に、なんていうか、ちょっとこう、怖い感じですね。はい、まあ、宝島さん夫妻はですね、そもそも、ま、長女の周りにいるこの関根のことはあんまり好きではなかったみたいなね。はい。なので、まあ、あの、交際しているということも最初は反対していたと、あまあ、そういうような声もあるんですね。すねええー。ところで、宝島夫妻はかなりの資産家だったそうですね。 そうですね。もうこの夫妻はですね、例えば三栄商事という名前の会社だったり、あとは宝フーズ、それから TKR 商事というですね、まあ複数の会社を経営してまして、はい、で、この中で少なくとも最初の三栄商事だけで、上の界隈にですね、14店舗も飲食店を展開していたそうなんですね。はあ、ねで、さらには不動産もかなりの数を持ってまして、ええ、で、自分たちが住んでいた住居、 とされるですね千代田区内にあるタワーマンションの一室はですね<っ>なんと2億円近い価格が見込まれる<ー>あの高級マンションでそういったところに住んでいたんだと、はい、で今回捕まった関根がですね、えー、上野にですねまああの住み着いた2022年当時はですねまさにこの宝島さん夫妻の飲食店が急速に増えた時期だったそうで あのー、勝町ちちの上野のですね、まあ間にある、あの一角がですね、その宝島ロードと呼ばれるようになっていった時期だといい、はい、まあこういう急成長の時期に近づいてきたのが今回逮捕された関根だったと言えそうです、ね、そうなんですね。その関根容疑者ですが、経営には関わっていたもんでしょうか はい。実は、あの、その後、長女とですね、えー、まあ、内縁関係になった後、その、宝島夫妻のビジネスにまあ関わっていくようになるんですけれども、え<っ>えー、上野でですね、この三栄商事という、まあ、あのー、宝島夫妻のですね、経営している十数店舗のうち、数店舗はですね、この関根が実質的なオーナーとして経営を任されていたようなんですね。はい。 で、まあ、あの、宝島さんたちがやっているお店と、あとは関根にやらせているお店っていうのは、ま、2種類あったわけですけれども、はい、この捕まった関根の店はですね、どうもその宝島夫妻が直接経営している店と比べて明らかに順調だったそうなんですね。ほ<う>で、あの、関根の店にはですね、いつ行っても激混みで、で月の売り上げはうん千万円規模だったと。ええ、で、これ半状態の場合、一般的に利益は売り上げの30%程度なんですね。はい で、仮に月5000万円の売り上げとすれば、えー、毎月ざっと1500万円ぐらいの利益を得るケース非常にその関根の店はうまくいっていたのでですね、この勢いを持って今年の2月下旬にはですね、関根は新たな飲食店もオープンしていたんです、ね。は、ええ、はあ。ってことは、関根容疑者が、まあ、携わっている店は順調だったってことなんですね。そう、非常に順調だった。非常に順調だった。で、はい、関根容疑者と宝島夫妻の関係はギクシャクしていたってことなんですか そうなんですね。どうもこの関根がやっていた店が順調だったということが、まあ、ある種トラブルの原因の一つなんではないかというふうにまあ見てまして。ええ、あの、この冒頭のキーマン X 氏にですね、関根はこんなことを喋ってるんですね。はい。自分の店は系列でもかなりの売り上げを上げているんだと。 ただそのことを社長と奥さんが気に入らないのか、会社に入れる上納金を増やせと言われて大変なんだと。<ー>まこういったことを打ち明けているわけですね。<っ>つまり、まあ、宝島さん夫妻は、まあ、店を任せている、その関根の店がすごく順調なので、<っ>その関根に対してですね、もっと上納金を入れろということを要求してたのではないかということなんですね。は,はい。 まあこういったことがきっかけで、この宝島さん夫妻と関根の中っていうのは、どんどん悪化していったんではないかということを伺います。はい。まあ、つまり、この飛ぶ鳥を落とす勢いで、どんどん経営をですね、うまくやってる関根に対して、まあ、もともとのね、会社をやってた宝島さんご夫妻が、危機感を抱いたのではないかということなんですね。うん で、まあ実際に関根はかなり焦っていてですね、この X 氏に対しても、その宝島さん夫妻に自分の店を取られそうだということも漏らしているんですね。えー、それで,で経営から外されかけていたってことですかそうですね。<ー>で、実際にその外されかけていた痕跡もありましてですね、えー、今年の1月11日付でですね、あの、夫妻が経営している三栄商事と宝フーズという会社の登記簿にですね、まあ変更があったんですね。はい。 でこれは何かというと、えー、関根の内縁の妻であるこの宝島さん夫妻の長女が取締役から外されていると。はい。で、さらには、その代わりにですね、今アメリカに在住で、えー、若干二十歳のですね、もう次女がいるんですけれども、えー、まあその次女が長女の代わりに取締役に就任していたと。お<ー>つまりこれはまあ関根とですね、まあ、内縁の関係にあるですね、長女を外すことによって、 つまり関根の影響力をそごうとしたんじゃないかという推測はあの成り立ちますよね、はい、え今日発売の週刊文春では関根容疑者の追い立ちですとか他の実行犯との接点となる人物 Y の存在など詳しく出ていますぜひお読みくださいさあ続いてはこちらデコピンにノー親族に嘘大谷真美子夫人の覚悟 快進撃を続けるドジャース、大谷翔平選手を支えるマ美子夫人、そんなマ美子夫人の覚悟と出ていますが、これは村井さん、どういうことなんでしょうかマ、はいあのー、美子夫人ね、非常に、あのー、大谷選手とのツーショットも、あのー、かなり話題になってますし、はい、まあ非常にね、あの美しい方ですごく聡明そうでいい奥さんだなという印象をね、多分皆さん抱いてるかなと思うんですけれども。えー あの、その原点は一体どこにあるのかというのを今回ですね、取材班は取材をしてみたということなんですね。はい。で、あの、マミコ夫人なんですけれども、まあ非常にね、スタイルが良くて、誰しも羨むようなね、まあ感じですけれど、実はあの、かつてはですね、この長身がコンプレックスだったんだと。<ー>で、まあ非常にネガティブなんですね、バスケ少女だったというですね。えー そして今回はその彼女の原点を探っているということなんですが、マミコ夫人の原点というのは、どういうものなんでしょうはい、えー、1996年、東京都のご出身で、えー、大谷選手と同い年である2つ、年上にお兄さんがあのいるんですけど、まあ、その4人家族で育ったと、で当時を知る同級生たちは、ですねみんな本当にマミコさんは優しくて真面目で謙虚だったというふうに口を揃えているので、あ<ー>まあ、すごく誰にでも好かれる人柄だったと。 で、大学に入った後もですね、入学当初から男子学生の間で、まあかなり可愛いよねという感じで人気があったそうなんですけれども、えー、まあどうしても高嶺の花というような感じで、<ー>みんなどっか遠巻きに眺めている雰囲気だったと。な,んか,なかなか積極的にみんな声をかけたりということはなかったみたいなんですね。はい、一方であの努力家の一面もあったそうで、えー、まあ本当にあの隠れてですね、すごく努力をするようなタイプの人だったんだと。 ただその一方で、やっぱりどうしても目立ってしまうんですね、彼女は。ねはい、なのであの、注目をされるわけなんですけれども、まあ、そういうみんなから注目されるということには、かなり、ね、息苦しさを感じていたんではないかという証言もありますね。はいでまあ、彼女は社会人になって所属していたのが、富士通レッドウェーブというところなんですけれども、まあ、そこでもまあかなり人気のある選手として活躍をしまして、 で2023年にまあ対談と、それから電撃引退を発表し、はい、そしてまあ大谷選手と結婚するというようなまあ流れになっていくんですね村井さん、そうすると、その電撃引退あたり、その頃から大谷翔平選手との交際というのはスタートしていたってことなんですかねそうですね、極秘交際をこの頃からしていたというふうに言われてまして、えー、ただやっぱりそこはまみこさん、これだけのスーパースター大谷選手ですからね、こういったことは本当に誰にも一切何も言わなかったそうなんですね。 で、まみこさん、あの、大谷選手と結婚する前ですね、何回も飛べしているんですけれども、はい、それ、親しい親族にですら、友達の家に泊まるんだと言って、本当の、あ,<ー>あの、飛べの目的を伝えていなかったそうなんですね。<ー>だから本当に誰にも知られてはならないんだという強い覚悟を持って、 マミ子さんはひそかに日本を去っていったとということなんですね、はあ、今おっしゃったその強い覚悟を持ってアメリカに渡ったマ美子夫人ですが、まあ、ただ、アメリカです異国の地ですから言葉の壁っていうのが大きく立ちはだかったかと思うんですそそんんななところはどうううででしょうそうですよねやっぱり、ねまああの大谷選手をサポートしなければいけないということでやっぱり英語の問題というのは絶対出てくると思うんですよ。はいええ ただですねこのマミコさんの英語力ってどれほどのものなのかというかわからない方が多いと思うんですけれども、<っ>実はですね、週刊文春の記者がアメリカ取材中に、ですね<っ>このマミコさんの英語力の一端を直接目撃するという、そうだったんですか、あったんですね、<っ>でこれ、4月1日のことなんですけれども、まあ、つい最近ですよ、あのドジャースタジアムから車であの10分ほどのところにあるですね五つ星ホテルがあるんですが、はい、まあその周辺をですね週刊文春のある記者がまあ取材をしていたと。 歩いてたそうなんですけど、えー、そしたらそこにですね、あの、たまたま、マミコ夫人がやってきたと。あの、愛犬のデコピンを連れていたと。ええー。だから散歩してたそうなんですね。はい。い で、あの、それをたまたま目撃した記者はですね、あの、デコピンとマミコさんがどう過ごしてるのかっていうのを、まあ、あの、旗から見ていたんですけれども、あの、まあ、デコピンはですね、非常に、あの、激しく動き回ってですね、飛んだり跳ねたり、まあ、大変そうだったそうなんですけれども、あの、そんなデコピンに対してマミコさんはなんと英語で話しかけてたそうなんですね。おノーノー、no, no、というふうに、まあ、ま、 言ってですね、英語であの話しかけたりしていたそうなんですけど、ええ、まあこの記者は結構英語がわかる記者なんですが、はあええ、その発音がまあ非常にネイティブ並みで上手かったと。のええ、なのでまあ普段からどうもデコピンには英語で語りかけているんではないかと、はあ、いうことがわかるので、ええ、まあこういったところからもですね、アメリカの生活になじもうとしているそのマミコさんの努力がわかる。 あの、ワンシーンだったな、というふうに思いますね。あはあ、まあ、私でもノーはいるかなと思ったけど、やっぱり発音違いますしね。<laughs> ええー。やっぱね、違ったそうですよ。<あ>日本人のがノーって言ってるのと、違ったあの、アメリカ人っぽいノーだったって言ってますね。そうなんですね。まあ、でも愛犬のデコピンにじゃあそうすると、普段から英語で話しかけて、 努力してたんでしょうね、こちらも。そうなんでしょうね。ねそこら辺もま,あまみこさんらしいエピソードだなと思いますね。はいえ。今朝のこの時間、週刊文春電子版デスク、村井玄さんにお話を聞きました。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。